というのも、まあ、戸田市は古くから住んでいる方も、まあ、当然いらっしゃいます。まあ、そういう方たちがですね、やはりどん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 高齢化進んでいるということでございまして、こちらの対策もですね、まあ、しっかりとやっていかないといけないということであります。まあ、戸田市は医療費ですね、こちら、まあ、平均すれば若い町ですので、まあ、平均的な医療費は埼玉県でも非常に安い、一番安い、住んでいる町なんですが、ところが65歳以上というところを切り取ってみると、実は埼玉県で一番医療費がかかっている高い町、つまり65歳以上の方の健康寿命ですね、こちらの方が短いという町であります。まあ、その理由が何なのかということは、ちょっとわからないところがある、まあ、一生懸命調べていますが、わからないというところもありますが、結果として医療費が高いという現状がございます。そこでこの医療費にターゲットを当てて、やはり元気でこの町で暮らしていただける高齢者を作っていかなきゃいけない。これは非常に重要な施策、戸田市にとっては財政の面から見ても非常に大切な施策ということになります。従いまして、この元気で頑張っていただく、お年寄りに頑張っていただく町づくり、これもしっかりと進めていかなくてはいけないというふうに思っております。さて、この20年間でですね、私がやってきた実績ということでお話をさせていただいておりますが、もう一つ最近の話の中でですね、議員立法というものをさせていただきました。議員立法といってもちょっとですね、特殊なものでして、委員会提出の議員立法というものをさせていただきました。中小企業振興条例というものを作らせていただきました。当時ですね、商工会の皆さんやさまざまな経済団体のですね、代表者の方々にお話を聞いてですね、やはりその中小企業を盛り上げる条例が必要だという動きが、これ戸田に限らず全国的にあったことなんですが、そういった動きがありまして、それだったらということで、委員会でみんなで取り組もうじゃないかという提案をさせていただいて、その当時私が市民生活常任委員会の委員長をせつかっていましたものですから、その中で作っていこうということで議員立法に取り組み始めました。まずは関係各所団体の皆さんからお話を伺って、どんな内容が必要ですかというところから始め、そして、全国 その中小企業振興条例の模範を集めてきてですね、大阪に八尾市というところがありまして、そこの条例を一番参考にさせていただいたんですが、その条例に基づいてですね、戸田市のにはどんな条文がいいだろうということをみんなでですね、話し合いをして、そして最終的に委員会提出という形でその条例を作らせていただきました。やはり通常の議員立法というのは会派が集まって、自民党であれば自民党が集まって、作っていくというのが通常なんですが、その場合はですね、やはりどうしても政治的な対立ができてしまう、多数派で通ったとしてもやはり反対派の意見を入れていかないと、ちゃんとその浸透する条例というものになっていかないということがありますので、当時その委員会で作ったということは、各会派の方々がみんなそこにいたということで、最初そのできてしまえばですね、できてしまえばすんなりと議会も通りますし、また皆さんにご理解いただいていただける条例なというふうに自負をしております。その結果出来上がったのが中小企業振興会議というものでございまして、これは今でも今までの間ですね、しっかり活動してきていただいて、さまざまな中小企業振興のための提案をこの会議体でしていただいております。何しろ自治体というのは、行政というのは、動きが遅い、企業は動きが早い、従いまして、これはもうニーズを捉えるには行政が頭をひねるよりも、実際に現場で働いていらっしゃる中小企業の皆さんに知恵を出していただくという方が、賢いだろうと思いまして、その会議体を作らせていただいた、これも大阪の八尾市というところでやっていた取り組みでございます。やはりスピード感を持った支援というものを行っていかなきゃいけない。このコロナ禍の中でですね、
この役割というのは非常にまた一段と重要になってきていると思っています。そこでですね、今回私の公約にも掲げさせていただきましたが、中小企業だけじゃない、もっと小さな、最近は、いわゆる、ノマドウォーカーとかですね、そういうそのもっと小規模で副業でやられたりですね、他にお勤めはお勤めで持っていながら、半分は自分の副業をやるというような働き方をされる方も大変増えています。ですのでそういった小規模事業者に対してスポットを当てていく、そういった小規模事業者振興条例のようなですね、仮称ですが、そういったようなものも作っていきたいと今思っています。もっとこの多様化した働き方にスポットを当てた条例、そういったものが必要なんじゃないかということであります。これはおそらくこのコロナ禍、そしてこのアフターコロナにおいても、おそらくこの小規模事業者振興条例できればですね、かなり皆さんにとって有益な条例とすることができるのではないかなと思っています。20年前、さらに遡って私が就職、大学を出て就職するぐらいの頃は、その大きな企業に勤めながら副業を持つということはあまりちょっと想像ができませんでしたけれども、むしろ禁止されていてできなかったわけですが、ところが、このコロナ禍においてですね、企業の業績がやはり一時的に落ちてくるとなると、その穴埋めといったらなんですが、その部分を副業で稼いでいくということを、堂々とですね、企業自体が推奨するというようなことも、あるわけであります。そしてこれはおそらくアフターコロナ、コロナが終わった後もその働き方というのはそのまま残っていくんじゃないかなというふうに思っています。ですからそういった人たちを支える仕組み、私は一番重要だと思っているのは、この戸田の中で足りないもの、それは小さなオフィスになるような、事務所になるようなところがあまりないんですね。大きな入れ物はあるんですが、正直今そのパソコン1台あれば仕事ができる中でですね、大きな事務所は必要ないわけです。ですからもっと小さな器をですね、皆さんにご提供できるようなオフィスビルのようなものがあればですね、そういった働き方をすることもできるんじゃないかなと思いますし、いわゆるその共同事務所ですね、みんなでコワーキングシステム、シェアオフィスですね、そういったようなものがこの戸田にあればですね、もっともっとそういういろんな働き方をしている人たちがこの戸田市に来ていただけるんじゃないかと、ありがとうございます、ご協力感謝申し上げますというふうにも思っています。ですので、今回ですね、選挙、皆さんに再び市議会へと戻していただいた暁にはですね、その小規模事業者振興条例、まだ仮称ですが、これもしっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております。皆さん、今回のですね、このコロナ禍、本当に、この1年間、去年の1月15日に初めての日本では、国内では感染者が確認されたというふうに記憶しておりますが、それからも1年が過ぎまして、本当に大変な思いをされていると思います。やはりこの市議会がですね、皆さんの今困っていることをしっかりと吸い上げて、それを政策に反映していくということは、これはもう絶対にやらなくてはいけないことでございます。お願いでございます。ただですね、この声を吸い上げるとしても、さまざまな意見があります。で、私が今必要だと思っている支援ですが、すみません、ありがとうございます、ご協力感謝申し上げます。共に頑張ってまいりましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。長引くそのコロナ生活の中でですね、やはりその心の、悩みというんですかね、やはり外に出られない状況がありますので、こう皆さん心が沈んでしまうというか、そういった状況が非常に深刻になっていると思っています。ひどい場合はやはりうつ病とかですね、もっと言ってしまうと、自殺をされてしまうような方も増えているという状況があります。一人暮らしの高齢者の方などですね、やはり深刻です。外に出れない、地域の活動も全て止まってしまってますので、それまでは地域の老人会とかでですね、活動して外に出てた人たちが、外に出る場所が一切なくなってしまった。そうすると一人暮らしの高齢者の方などは、全くこう
お話しする場所がないというような状況もあるようで、私そこでも相談をいただいていることがあります。ですので、これはもう一人暮らしの高齢者に限らず、若い方でもやはりですね、真面目に自粛生活をされているはされているほど、心の病というんですかね、そういったところが深刻になっているなということを今感じています。他なのは私自身もやはりですね、議員というのはやはりいろんな方とこうわーっとこう話をしてですね、そういう中で、いろいろ政策ご意見を聞いたりしながら活動していくと。遠藤候補、共に頑張りましょう。ありがとうございます。頑張ってまいりましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。ちょっと候補、一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。というのがありましたので、やはりその我々の地方議員としてもですね、その活動がやりづらいという状況があります。ぜひこの問題はですね、自治体を挙げて、強化していきたいと思っております。保健センター、区支部を中心にですね、そういった皆さんの悩みに、小さな悩みでも、しっかりと組み取るという仕組みをですね、作っていきたいというふうに思っています。そうしないとですね、やはりこれはもうコロナの肺炎でというよりも、その心の病でやはりそれぞれ皆さん健康を害するということが起きてしまうんじゃないかなというふうに思っています。ですので、当選をさせていただいた暁には、そういった取り組みにもしっかりやっていきたいというふうに思っております。長時間にわたりまして、皆様に大きなマイクでお伝えさせていただいてまいりましたが、今回の選挙戦ですね、とにかく冒頭に申し上げましたが、36名の候補者、そして多くの新人の皆さんが出てきています。そういう中でですね、私今後期20年の活動をさせていただいてまいりました。やはり私としてはその経験、そういったものを皆さんにお伝えをしていくしかないと思っています。新人の皆さんも大変やる気と経験と様々な実力を持った方々ばかりです。ですので、その人たちに負けないためにはですね、やはり自分の強みという意味で経験ものをしっかりと打っていかなきゃいけないと思ってます。残りの選挙期間ですね、あと残り明日と明後日、2日間しかございませんが、しっかりと皆様に自らの実績をお伝えして、そして皆様に選んでいただく、そういった形で、最終日ですね、投票日を迎えたいというふうに思っております。どうか皆様、私遠藤秀樹にですね、皆様のご支持ご支援賜りますよう心からお願いを申し上げます。今日は雪が降りました。大変寒い一日でした。皆さんも本当にこう突然寒くなったり暑くなったりするとですね、体調を崩します。ぜひですね、体調管理には気をつけていただいて、いただきたいと思います。私どももですね、しっかり巻き上がってますから風邪なんかひきませんが、しっかりと頑張って最後までいきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げまして、ご当地をお借りいたしましての私の街頭演説を閉じさせていただきたいと思います。長時間にわたりまして大きなマイクでお騒がせいたしました。ご協力に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。